まるごと必勝チャンネル司会の小泉恵美です。よろしくお願いいたします。さあ今週は柏木さんと久保木さんと3人でお送りしていきます、はい、よろしくお願いします。さあ今週はチャンピオンズカップを中心にお届けしていきます。開幕週の中京競馬場ダート 1800m を舞台に今年はご覧のメンバーで争われます。さあ今年は3年ぶりに外国馬も参戦、既存の小馬勢と強力な3歳馬の対決も楽しみになってきますが、柏木さん見どころ教えてください。はい、あのダートのオープンクラスの年をごとにこう層が厚くなっているというのは知られている通りですけど、はい、いわゆるトップクラスが思われるより数が多いと思います、はい、だから本当はあの大接戦になっても不思議ない。ダートってあんまりやれないよね、うん、基本的にはあんまりやれないんだけど、一応力は拮抗し力通りっていうのはほぼ、うん、特に格が大きくなればなるほどレースの G1 に行けば行くほど、うん、そういう傾向にありますけどね。意外とチャンスのある馬が多い組み合わせだから面白いと思います。久保木さんいかがですか。そうですね、強かった8歳の世代の馬たちがさすがにちょっとこう陰りが見え始めて、うん、あとは3歳のルヴァンスレーブを筆頭にそういったハイレベルの馬たちが出てきますんで、うん、来年以降もすごくこうダートは拮抗した有力馬が多くいる、馬券的にもすごく面白いシリーズが続くんじゃないかなと思ってるんですよね、まあ、そこは今回はそれに向けての、まあ、一つの、まあ、参考になるレースになるんじゃないかなと思うんですけどね。なぜだと思う。日本の競馬って JRA 中心に芝のビッグレース中心だったじゃん、うん、ところが10年前からあダートチャンピオンの方が儲かるじゃんっていうのが増えたそう、ね、そうだから最初からダート校舎を狙う配合の馬もいるし、はい、それが2歳の最初から2歳戦使って、ね、ダート使ってるんだから、今まあ多分3歳で強いって言われるのはその通りだと思うんだけど、そうじゃないよ、最初からダート走ってるんだから強いに決まってるんだよそう、うん、ダート戦に対する評価みたいなのが変わってきたっていうのもあるんですか。はい、あると思います。完全にあのヨーロッパの体系、イギリスのクラシック体系を受け継いだんだけど、でも輸入してくるのはアメリカの馬じゃないですか、はい、ダート走るに決まってる今特にそういう傾向は強まってますね、うんうん、そうなんですね、はい、それではこのコーナーから行ってみましょう。チャンピオンズカップをポイントで解説。お二人にチャンピオンズカップを予想する上でのポイントを伺っていこうと思います。まずは久保木さんからどんなポイントになりますか。はい、まあ中京で行われるようになって、まあ今年で5年目になりますけれども、あの前半のペースで、その先行馬が残ったり追い込み馬が活躍したりというのが意外と分かりやすく出てますよね。前半61秒を切るか切らないかでそのあたりがこう明確に分かれるんで、やっぱ展開の読みっていうのは大事になるかなと思います、はい、一つ、はい、じゃあちょっと 1000m61 秒かどうかっていうところをちゃんと見ないといけないですね。そうですね、はい、へー、流れがポイント、ね、うん、いや私もその通りでね、さっきあの、はい、意外と能力の拮抗したチャンピオン級がいっぱいいると言ったでしょ。で久保木さんがあの本当のチャンピオンがいると割れないって言ったでしょ、確かそうなんですよ。ところが今年うまくいけば勝てると思ってる陣営が、はい、陣馬がいっぱい多いじゃないですか、うん、だからダート戦ではの展開とかあの流れあんまりいいポイントじゃないよね、うん、そうですね、そうだって芝と違って芝だと流れてくれなかったとかそういうことは敗因できるけど、ダートだとじゃあ行けばいいじゃんって平気で言われちゃうから、うん、ダートには展開ポイントじゃないんだけど、久保木さんが言ったように私もそこだと思います。芝と同じように展開がすごく重要だと思います。位置取りというか、はい、分かりました。能力接近しているからこそペースを考えてというところがポイントになりそうです。それでは次のコーナーに行ってみましょう。チャンピオンズカップの出走前場をお二人に金銀銅の札で評価していただきます。多彩なメンバーが顔を揃えた今年のチャンピオンズカップ、秋のダート王の決定戦となります。それでは行きましょう。アンジュデジール、前回 のリーディスのカップで通用するレベルかね、ちょっと厳しいかなと思うんですよね。かなりうまくいった競馬だったんで、あれは本当にもう、まあ、横山紀弘騎手の上騎乗って言えるぐらいな、全てがうまくいった感じがあったんで、あれで結構ね際どいなんとか勝ったっていう内容でしたから、さすがにオス馬相手だとちょっと厳しいかなと思うんですけどね
多い以外でも本当ダートでは崩れてなくて、で左回りも走りますし、そうだね、舞台条件は悪くはないと思うんですけど、さすがに相手関係は今回はちょっと厳しいかなと思います。ルヴァンスレーブ、ここでどこが、あ、2人とも銀ということになりました、はい、一番もっと上がり目があるのは多分この馬だよ ね、はい、うん、だからそういうふうに考えていれば金でなきゃいけないんだけど、なんか資格あるかな。資格も、いや、私はずっと右回りはこの馬やっぱり上手くないと思うんです、うん、で唯一負けたのが中山の伏流ステークスで、うん、この時はもうコーナーで全然スピードに乗っていかなかったんで、うん、まあ、この馬やっぱ右回りで調教も動かないんですよ、うん、それなんでかというと、見本のウッドコース右回りですか、だから調教もやっぱ動かないのかなと思ってたら、ジャパンダートダービーであっさり、ね、多いで右回り克服してしまったんで、うん、まあ、これはもう弱点らしい弱点もなくなっちゃったなというのはありますね。ユニコーンステークスもレースレコードで走ったんで、うん、まあ、そういう速いタイムにも対応できますし、こういう馬を買うのは自分の趣味に合わないんでというところで、やった、まあ、もう限りなく金に近い金です、うん、うん、もちろんそうだよね、はい、楽しみな外国馬パベル、いかがでしょうか。一応そのトップ超一流ではないですけど、アメリカの、ただその次ぐらいの列にはいる馬なんで、この馬が今回のメンバーでどれだけ競馬するかっていうのは、例えばもう来年あたりは僕は日本のダート馬もブリーザーズカップとか行ってほしいんですよ、うん、なんでその、物差しにはなる馬が来てくれたなと思うんですけどね、はい、日本ダートだけどアメリカはダートじゃないからね、粘土みたいな質だから、そうそうそう、土だと思うし、うん、育ってきた過程がね、こう恋でみんながこう、折り合ってとかいうのは、そういう競馬してないから増えてない、だからわって来られちゃうとね、はい、ギブアップになっちゃうんで、サンライズストアとかにこう、うわさわさ行かれちゃうと、はい、最初に止まるのがこの馬だと思います。でも怖い。続いてアポロケンタッキー、ね、わかんないですきつい競馬続きすぎたと思います。4年連続の出走になります、のんこの夢、上がりそう、お、柏木さん、はい、金、お対等しなかったら非常に筋の悪い狙い方だったさっき2人で展開の話があって、私は早く動く馬が出るんじゃないかなというのと、今までは1008実はあんまり実績ないんです。でも前回見てて、あ、まだ足があったな、途中1000番になった時賛否両論ありましたね、でもね最近見てるとね、あ、こいつまだまだお金、あ、買うチャンスあるなと思ったのが根拠でもちろん流れが合ってくれないとダメです。筋、ね、うん、は悪いかもしれないけど、ハマ、うん、ればこのままだと思います、うん、もし柏木さん のお話になった展開になった時の、まあ、だから逆転候補というか、うんうん、という感じです。やっぱ JBC は、まあ、京都の選球って本当先行有利なんで、うん、まあ、この馬にはかわいそうでしたけども、うん、でもよく4着まで本当に追い上げてきましたしね、うん、ちょっと足も余し気味だったんで、まあ、あれなら、あ、まだまだ本当に全然、6歳でも能力落ちるという感じもありませんしね、やっぱりその去勢した時にちょっと調子を崩したことが今 そこで落ちた分、なんかもう少し伸びてる感じもするんですよね。アスカのロマン、2016年3着でしたけどね、あと20番人気で、うん、まあ、中京も走りますし、うん、東海ステークスも勝ってる馬ですけど、まあ、前回ちょっと最後の足に復調は見られたかなと思うんですけど、ただまあもともと当てにならないところもある馬ですし、うん、まあ、これだけ上位それ強い馬も揃った一戦なんで、ここではちょっと苦しいかなと思うんですけどね、うん、サンライズの馬悩んで爆弾が出ました。今までの成績見てると多分ベストは1006ぐらいかなっていう気がします。でもだんだん使える足、こう少し爆発力使うのが距離が長くなったような気がするのと、4歳でもなんか成績完成されてるように見えてるけど、まだ強くなると思うんで、私は仕掛ける馬が早く多く出そうな気がする方の重視しました、うん、そしたら帰るよね、うん、そうですね、はい、だから展開の意味だね。さあ続いては人気になりそうケイティブレイブ、お二人ともどう、
応前回のその JBC クラシックが、はい、まあその中央のコースがどうかという問題というかクリアすべき課題が一つあったと思うんですけど、KT ブレイブのその底力というか、はい、速さじゃなくてタフさを要求された競馬になったっていうのが良かったと思うんですよね。ただ今回は同じ風になるかというのが一つ心配はあって、うん、確かにもう JBC クラシックの強さというのは、うん、あの競馬すごく強かったんですけど、はい、ペースが落ち着いて上がりだけ速い競馬になった時がもしかしたらボロが出る可能性もというふうに思ってるんですよね。最高にうまくいった ね、でね、もう少し切れる馬がいたらちょっとした危なかったのかな。いや、ケティブレブはおそらく遅咲きで、お父さんのケットもお母さんのケットも確かに前回もっと良くなると思います。ただし激しい競り合いは歓迎じゃないね、うん、そういうタイプではないですね。そういう気がします。サンライズソア、これがこれです。おお、ここで金が出ました、はい、うんうんうん、まあ、今回はおそらく花を切るか2番手でも、うん、はい、そんなに早くあの後ろからお勝負かけてきそうなタイプはいないというふうに私は思っているので、うんうん、この厳しいレースを2度経験した強みがここでやっとこう花開くかなと思うんですよね。でこの馬あのおばあさんがビハインドザマスクって芝のスワンステークスなど勝った馬なんで、まあ、どちらかというとスピード寄りな血統背景もありますので、まあ、距離が 100m でも短くなるのもいい材料かなと思いますし、まあ、モレイラ騎士やっぱあの早めに動かしてもう一粘りさせるっていうのがうまいジョッキーなので、はい、まあ、今回の乗り換えでもいい方に出るかなとは思ってます。モレイラ騎士ダート経験なくてもダートは本当に合ってる ね、うん、そうですね、うん、あの早めに行って先頭に立ったらまず負けないんですけど、展開面重視すると大きくピックアップする手あると思います。センチュリオンいかがでしょう。出来はいいと思います、うん、このままヒットハロン1周前に日本で12秒0という、まあ、うん、この馬としては破格のタイム出したんです。これも1年半ぶりぐらいなんですよ、これだけ速いタイム出したの。なんで状態はいいと思います。ただこの相手関係は前回の JBC の内容を見てもさすがに一辺まではどうかなというふうに思います。はい、オメガパフューム前走 JBC クラシック2着、はい、あの前回4コーナー回ってくるとき KT ブレイブの外に出してまだあんまりコーマうまくない感じで ね、うん、ですね、それでも伸びてきたんでね、多分 KT ブレイブとタメだと思います。本当、うん、に完成されてない感じはするんですよね、うん、まあ見てもまだまだ頼れない感じもしますし、うん、それでいてこうシリーズ制服買ったりいきなり GBC クラシックで2着というところを見ると、うん、伸びしろはまあ相当残ってますね、うん、ただ左回り清流ステークス1回だけ走ってるんですけど、この時が直線で少し内にもたれるような感じの走りだったんで、そういうところある、そのあたりが、まあ、あの時よりは馬もパワーアップしてますんで、まあ、大丈夫かなと思うんですけど、まあ、一抹の不安はそこだけですね。左回りがもしかしたらという可能性はありますね。ウェスターレンド、普通に考えれば前回の競馬見てれば足りないと思います。ただ前回推奨したんでねもっと良くなるだろうと褒めたんで、はい、一応紛れたら3着ぐらいはあるかなという意味で、はい、入れときます。追い込み競馬になってほしい馬ですね、うん、ですね、これはね、まだ自分でレース作れないから、ま、シリウスステークスの切れ味っていうのはなかなかちょっといいものがあったんで、ミツバもう臭いになったんだ。そうですね、うん、6歳でも相変わらずなんか当てにならないところは治らないですけど、うん、まあ、中京もねあまり相性のいいコースとは言えないんで、それはね、うん、そうですね、ちょっと厳しいかなと思います。ヒラボクラターシュ、これもねレベルの高い3歳馬なんで、さすがにここは一気に相手が強くなって厳しいとは思うんですけど、ただ前回の福島ミニューカップとか、うん、楽勝だったんで、はい、まあ、来年のこのレースには主力級でもしかしたら出てくるかもしれないですけどね。年までしっかりと覚えていないといけない。インカンテーション、ここは赤木さん、はい、久保木さんの、ちょっと年齢を重ねてきてその東京のワンターンの 1600m ではスピード負けし始めたかなっていう印象を受けますので、まあ、これはコースが距離が伸びてコース、あのコーナーコースを一周するコースの方が逆に今はいいかなと思うんですよね。で人気もおそらくガクッと落ちると思うので、うん、まあ、ちょっと買ってみる手はあるかなと思ってます。フェブラリーステークス3着からそんなに能力減はないもんね。ないと思うんですね。まだあの休みが長かったりして、うん、数も連年の割には使ってないんで、うん、谷さん中西さんの予想を加えた皆さんの金銀銅はこちらです。
それではお二人の馬券の買い方伺っていきます。柏木さんからお願いします。はい、G1 ですから単という意味で3連単買いますけど、抑えは逆行するような感じで馬連を買って3連単、私はやはり単勝はまず買いたいですね。おそらく10倍以上は期待できると思いますので、はい、あとは馬連を買おうかなと思ってます、はい、皆さんの馬券検討の参考にしてみてください。では今週一押しの馬を柏木さんと久保木さんに挙げていただきたいと思います。せーのって言う前に挙げちゃった、はい、こちら2つですね。まずじゃあチャレンジカップの方から聞いていこうかなと思うので、はい、久保木さんお願いします。ようやくこうしっかりしてきたというか、まあ、まだ重賞は勝ってないですけど、はい、3走前ナルオ記念、まあ、この時の早いタイムの決着にも対応しましたし、でここは馬券的な人気もそんなになさそうなんで、はい、このトリコロールブルーここで重賞を勝って来年の飛躍へつなげてほしいなと思います。チャレンジカップだと1頭上げるとしたらいかがでしょうか。ステイフーリッシュ。おー、ステイフーリッシュ3台で、京都新聞杯勝った内容が素晴らしいんで、その後続けて勝ってるんですが、距離が長すぎたんだろうという理由にして、こういう距離でちょっと3台の上昇度を買いたいと思います。ここは結構人気割れるよね。そうですね、はい、そうですね、あと人気どころでは多分レイエンダーとかも来ると思うんですけど、うん、その辺りはいかがですか。ただ少し人気先行な感じはまだするんですよね。もう今回もおそらく1番人気か2番人気になると思うんですけど、はい、うんうん、本当に強くなるのは来年以降だと思うんで、ここは逆にちょっと疑ってみる手もありかなと思ってます。では柏木さん、ステイアーズステークスも伺っていきたいと思います。はい、もう人気断然のアルバート中心というのは、はい、あまり本意ではないんですけどね昨年確かここでもう4連覇楽勝です確定って言ってしまったんですよね、はい、だって昨年の時計ってね、ステイアーズステークスにすれば信じがたい最近では高時計なランクが違うと思うんですけどね。ただ今年は調子に乗って他のレースを使いすぎすぎてしまったのと、もちろんベテランになってますよね、はい、ジョッキーのこうスタイルが違うと思うんで、モレイラ騎手に変わってちょっと心配があるんですけど、安城がどうのこうのじゃなくて、はい、流儀が違うから、ステイアーズステークスに対するね、ただ今年の方が、はい、実は相手はものすごく楽だと思います。久保木さんは、はい、そうですね、やっぱりアルバート、今柏木さんのお話の通りメンバーは本当に今までの中では一番楽だと思いますよね、はい、過去3回勝ってどんなペースにもきちっと対応できているというところも価値があると思います、はい、なんでまあ硬いというか、まあ、ある程度上位は仕方ないかなと思いますけど、うん、穴っぽいところではメドーラークを少し買ってみたいなと思うんですよ ね、はい、まあ、ちょっと早いタイムが、はい、得意な馬じゃないんで、今年の七夕賞ですよね、うん、スタミナを要求されて、まあ、ちょっと時計がかかる展開になった時は出番がまだあると思うんで、相当スタミナはある馬なんで、うん、まあ、今回こういった長い距離使うの初めてですけど、もしかしたら適性あるかもしれないと思いますので、まあ、このアルバート、それからメドーラーク、この辺に注目はしています。ありがとうございました。さあ、毎週気になったレース出来事などを挙げていただいているコーナーなんですけれども、今週はやっぱりもうアーモンドアイを深く深くもうちょっと語っていただきたいなと思うんですけれども、電光掲示板見たとき何の数字かなと思いましたもんね。距離が違うのかなとか、それも競走馬だって今調教の技術が発達して、であと一番個人的に大きいなと思うのは餌ですね、飼料、これは本当にもう飛躍的に発展してると思うんで、でそういった食事の管理、それからトレーニング施設の充実、うん、でバグもいっぱいいろいろあって、うん、で乗ってる人たちの技術もどんどん高まってれば当然タイムって縮まっていくもんだと思うんですけど、でもまさかここまで一気に詰めるっていうのは驚きは驚きでしたね、はい、だから時計が早いババって言われてもそれは21秒台とか ね、 そうですね、そのぐらいなら分かるんですけどね、うん、まあちょっと驚きましたね。で3歳の牝馬ですからね、それは、そうですね、世界的にも時々桁外れな牝馬が出てくるというのは知られてて、はい、日本でも歴代いっぱい強い牝馬いたんですけど、男がそっち行ってないというぐらい強い牝馬になる可能性があるのと、ね、はい、あと思ったのはね、確か私たちは日本のそういう牝馬を見てずっと育ってきたけど、動物の世界って実は牝馬の方が強いんで
出来のいいやつは強いんだよね。そうですね、桁が違うの、はい、うんうん、で今やっぱりその扱う側の技術が上がってきたんで、はい、私が競馬始めた20年ぐらい前って牝馬が通用するのって短い距離だけだったじゃないですか、うんうんうん、それが中距離まで対応できるようになってきたっていうのは、その牝馬はちょっと気象の難しいところがあって、でそれを丁寧に扱える技術が日本の厩舎関係者、牧場関係者にも身についてきたからだと思うんですよね。その厩務員さんとか調教師の方々も、うん、方のレベルもやっぱすごく上がってると思うので、面白い。それでは最後に小泉の気になるチャンピオンズカップ編参りたいと思います。ルヴァンスレーブとパヴェル、まずはちょっとミルコデムーロ騎手にやっぱりこういうところで頑張っていただいて、最近ちょっとインタビューはあまり聞けてない G1 の、ね、ここは頑張っていただきたいなというところがあるのと、あとパヴェルに関しましては、ここはちょっとせっかくいらしてくださったパヴェルに検討していただいて、ね、来年も来ていただけるような、まあ、日本の競馬を見せたいなというところの気持ちも込めてこの人にしてみました、はい。いやでも日本の競馬ファン優しいよ ね、 ね、こうやって、ね、来てくれるようにとか言うんだもんね、うん、いやその方が面白いっていう、全員そうだと思うよ、うんうん、ちょっと参考にしてみてはいかがでしょうか、うん、ということで丸ごと必勝チャンネル、また来週お目にかかります。それでは失礼します。